みなさん、こんにちは。初日のりみです。今回は、しーちゃんに帰ってきたら本棚がある時を書いてみます。はい。ということで、しぼちゃんは今日は、友達のね、お家にちょっとだけ遊びに出かけたので、その隙に作って、見ました。もうこれ後撮りでもうできたんだけど、まあ、本棚自体はねパパが作ってくれました。でね、この本棚、じゃまずその本棚を見ましょうか。はい、いいですか。じゃあ紹介してください。ここです。じゃじゃーん、こんな感じ。もうだいぶ高さがある本棚ですね、これ。ずっとしおちゃんがね、本がもう漫画がだいぶ増えすぎてて、このワゴンにね、もう収まりきれなくて、ずっと本棚が欲しいって言ってたんだよね。うん、で、なかなかでもいいのに出会えずいたんだけど、これがね、たまたまなんかママとパパがね、近くのホームセンター買い物に行ったら、あ、いいんじゃないっていうのがあったんですよ。しおちゃんの理想通りのこう白で、こうコンパクトで、こうすごく収納できて、うん、そう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 、ちょっと今カメラ置いちゃってるけどね、そう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 、それでね、うん、ここを変えればね、うん、移動できるの。そうだね。あとカメラを高くするとこんな感じ。こんな感じ。わかるかな。上がね、ちょっとね、こう壁にちゃんと押さえられるストッパーみたいな、倒れないようについてます。もうほんと上まであって、上とか届かないんだけどね、実際ね、うん、こんな感じでここが全部本棚に。もうりみちゃんめっちゃ高いねはい、こんな感じで、そう、こんな感じでね、作りました。どうかな、びっくりするかな。ねね、ということで、しほちゃんがね、帰ってくるのをね、待ちたいと思います。本入れちゃう。本はしほちゃんの好きにしようか。入れたい、入れたい。じゃあ後でまたしほちゃんと一緒にやろうよ。まずは本棚でしょ。うん、ね、じゃあ漫画見て待ってはい、動画撮ってる。え、動画撮ってる、動画撮ってる、撮ってる、撮ってる、撮ってる。動画ですかこれ。ドッキリですかこれ。ちょっと待ってください、見てください皆さん、これこちらちょっと待って、ちょっと待って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 、ちょっと待って、本棚ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごいですね。どうですか。すごいですこれ、本当にすごいですこれ。
マジっすかって感じ。アンパンマンなんだね。どうでしたか、本当にね、もう入ったというかカメラがね、うん、もうさ、カメラそこに置いてた、そこにカメラがあるのはすぐバレるよね。と思って、うん、なんか変と思った。それでさ、あったんですよ、あったんですよ、本棚ちゃんが、うん、いやマジで可愛いっすねって気に入っていただけましたか。マジで可愛い、理想通りかなと思ったの。そうです、本当に可愛い。はい、よかったですね、気に入っていただけて、リミさん。ありがとう。まあ、漫画本はね、リミちゃんも読んだりしてるからね。そうですよね、キラガとかヤクメバとかよく読んでますよね。逃げにリミも最近ね、読むようになってるね。そう、漫画読んだことない。あ、そうなんだ。嘘でしょ、バチバチした。はい、ということで、じゃあ大成功ということでよろしいでしょうか。はい、はい、こちらですね、最後にもう一回、いいよね、でもシンプルで、だよね、うん、いっぱい入るしね、だよね、うん、本当に可愛いです、本当にありがとうございます。私幸せだ、幸せ。あのね、あのこの前ほら、部屋の模様替えしてさ、失敗したじゃん、うん、あれがなんか逆に良かったかも。ここのスペースが空いてたから、初めどこに置こうかなって悩んで、前の模様替え失敗する前だとここもあんまスペースなかったじゃん、鏡とかついてたしさ、なかった。でもこの前の模様替えでここ鏡とか全部取っちゃって、ここがシンプルだったんですよ、壁が。ちょっと今汚いけどね、壁はまだね。なので、あ、ここいいんじゃないってことで、ここに取り付けようと思って選びました。だからしほちゃんにとってはあの模様替えの失敗はラッキーだったかもしれません。ラッキーだったな。はい、よかったですね。よかったです、ありがとうございます。私先生と思います。何手握っちゃって、今日は仲良しの日、知らない。知らない。レイちゃん、今日は仲良しの日なの、お姉さんと。嬉しいっす。ありがとうございますです。はい、いいです。嬉しいでございます。ありがとうございますです。じゃあね、これからね、本入れるのはやっぱ本人のね、入れ方とかあると思うので、じゃあ2人でね、これからね、また本を入れてからどうなったかっていうのも、じゃあ別の動画にね、したいと思います。はい、ということで今日はしほちゃんに突然ね、帰ってきたら本棚が設置してあるドッキリをしてみました。はい、はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しそうじゃないけど、めちゃくちゃ嬉しかったね。はい、幸せです。私ね、幸せよね。幸せです。はい、よかったよかった。何が拍手、わかんない。はい、ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。早く入れたわ。